カマラはアメリカの製造業者をこのように扱っています。彼らは残っているものはすべてそのままにしておきます。非常に多くです。代わりに生産を海外に送れば彼女は減税します。製品を海外で製造すれば彼女は海外で製造するための減税を提供します。梅田がこれらすべての国からなぜそんなに多くのお金を稼いだのか不思議でしょう。個人的に作ったのです。家族を通して考えてみてください。米国外で製品を製造するとインセンティブが得られます。ビジネスに長けていなくてもそれがうまくいかないことは分かります。それは私たちの国を破壊するでしょう。そしてもう一つ、彼女はそれをやりたいのです。彼女はもうすぐ国境に行く予定です。彼女は4年間そこに行っていません。彼女は今国境は史上最悪の国境だからと言っています。彼女が国境に行くのは非常に興味深いことです。でも私が何を言っているかお分かりでしょう。彼女の政策は狂っています。国を破壊するでしょう。なぜ3年半前にそれをしなかったのでしょう。今彼女は言います。これをやります、あれをやりますと。正しいか間違っているかは別として、3年半あったのです。彼女は何もしませんでした。私たちの国は本当に元の水準に戻ってしまいました。唯一の雇用は私たちが創出したすべての回復雇用でした。直後何百万人もの人々が回復しました。しかし創出されたすべての雇用のうち、それらの雇用のほとんどが不法移民に渡りました。アメリカ人には渡らなかったのです。私たちの国に流れ込む人々で何が起こっているかというと、彼らは黒人の雇用を奪っています。ヒスパニック人口の雇用も奪っています。あなたが黒人やヒスパニックであればどうもありがとうございます。トランプに投票してください。いい状況になるでしょう。すごいですね。そういう人たちがやってきて黒人の仕事を奪っています。理にかなっています。過去3ヶ月で黒人の失業率が信じられないほど上昇したのを見ましたか。多くの人がなぜそうなるのかと言います。なぜ、理を教えてくれと。人々がやってきて彼らの仕事を奪っているからです。それが現実です。カマラ・ハリスの政権下で先月2万4000件の製造業の雇用が失われたのも不思議ではありません。2万4000件です。私たちはそれを急速に好転させます。準備ができる前から製造業で65万件の雇用を創出していました。今私たちは準備ができています。それを実行する準備ができています。国も実行する準備ができています。我々はそれを必要としています。我々はそれを必要としています。ルネッサンスを必要としています。それはルネッサンスになるでしょう。アメリカの労働者にとってこの恐ろしい悪夢は、私が就任宣誓を行う日に終わります。1月20日に。どうもありがとうございます。ありがとうございます。彼女は企業に対し、雇用を海外に移転するのではなく、米国内に雇用を維持するよう誘致することを申し出ています。彼女は税金の女王と呼ばれる人の言うことを聞きたがっています。彼女は我が国から善意を追い出し、彼らの手に委ねるので、他国では彼女が人気です。税金の女王は国内生産すべてに 33% の増税を要求しています。企業を憎んだり、そういうことをしたりすることはできますが、それでも彼らは成長を促し、雇用を生み出します。これらの企業に彼らは気にしていないと伝えます。彼らは去りたいのです。裁量の価格、それは裁量の取引。彼女がそうするなら、彼らは我が国を退去して去るでしょう。33% 多く支払うことになるのですから。そしてある日、ああ、あの人は中国と契約したという記事を読むでしょう。ドイツと署名したばかりです。イギリスは来年税を免除する協定を結んだばかり。イギリスはこの国の歴史上最大のキャピタルゲイン税を望んでいます。これまで税金は課せられていません。人々にここに家を建てろと言っているのですが、私たちは全く新しい富の没収税を課すつもりだと。つまりお金を稼いだら私たちに多額の税金を支払いなさいと。それは非現実的な規模のキャピタルゲインと呼ばれています。気づいていなくても売っていなくてもキャピタルゲインを支払うことになるということです。多くの人が裕福ですが現金を持っていません。今彼らは現金を手に入れなければならなくなります。彼らの所有物の価値が上昇すれば莫大な税金を支払わなければならないからです。
悪化し不況になります。1929年のような不況になります。この女性は全く無能です。全く無能です。考えてみてください。会社が成功したらその価値の半分を彼女に渡すために会社を売らなければなりません。その価値の半分は政府が所有することになります。会社が成功したら現金がないので売らなければなりません。大成功です。将来大金を稼ぐことになります。私たちは将来のことなど気にしません。ちなみに誰も試していません。これは共産主義的なものです。マルクス主義的だということもできますが、共産主義の方がよくわかります。カマラは全国の発電所を閉鎖しており、電気料金が 100% 以上急騰しています。 100% です。すぐに完全に制御不能になります。すでにそうなっています。企業は逃げ出します。彼らは私たちの国から逃げ出します。エネルギーが得られなければ私たちの国から逃げ出します。急速に逃げ出します。私たちは他のどの国よりも多くのエネルギーを足元に持っているのに、私はそれを液体の金と呼んでいます。液体の金、私たちにはそれがあります。サウジアラビアよりも多くの石油を保有しています。ロシアよりも多くの液体の金を保有しています。それなのに私たちはベネズエラから石油を買っています。なぜ？それは石油ではなくタールです。溶かさなければなりません。どこで溶かすかはご存知でしょう。それを処理できる工場は世界に一つしかありません。なぜならそれは本当に良くない、最悪です。テキサス州ヒューストンにあります。この物質を浄化しており、この物質がどこに行くのかが分かります。環境を強く信じる人なら良くないと分かります。私たちは地球上で最高の石油を持っており、最も石油を浄化した美しいものを持っています。私たちは持っていてそれを使います。ドリルベイビードリル、我々がやろうとしていること、ドリルベイビードリル、非常に重要なことですが、彼女はすべての水圧破砕とすべての化石燃料開発を中止します。これにより我が国は第三世界の地位になります。彼女はすべての化石燃料を中止します。私は自動車製造を我が国の歴史上最高レベルに戻します。かつては我が国だけが自動車製造を行っていましたが、その後削り取られてしまいました。主に C 国と日本によって削り取られました。突然数年前と比べて 55% 以上も減少しました。50年前と同じ状態になります。これらの仕事は勢いよく復活します。これまでに見たことのないレベルで自動車を製造することになります。これまでよりも大きく、よりよく、より美しく、より強く、より速い車を製造することになります。世界中の何十億もの人々が間もなくメイドイン USA と誇らしげに刻印された製品を購入することになります。もしジョージア州で製造する必要がある場合はそうすることができます。サバンナ港から輸出されます。これが私が地球上のすべての大手企業と製造業者に提供する取引です。税金を最低にし、エネルギーコストを最低にします。規制負担を最低にします。地球上で最高かつ最大の市場への自由なアクセス、ただし製品を米国で製造する場合にのみです。すべては消し去ります。製品を製造しなければ。ここに来てアメリカ人労働者を雇ってください。ここで製品を製造しないと関税を支払わなければなりません。非常に高額な製品を米国に送るときに。ところで彼らは何年もの間この言葉を批判してきました。関税という言葉は適切に使用すれば美しい言葉です。私が今まで聞いた中で最も美しい言葉の一つです。耳に心地よい音楽です。この言葉を嫌う悪人がたくさんいましたが、今では私が正しかったことが分かっています。私たちは何千億ドルもの資金をここに取り込み、そのお金を米国民の利益のために使います。インフレを引き起こすことはありません。私は中国から何千億ドルもの税金と関税を徴収しましたが、インフレはありませんでした。インフレはありませんでした。 1.2% 基本的にはインフレはありませんでした。さて、過去4年間で米国史上最高のインフレがありました。誰かが、いいえ、58年間で最悪ですよと言いました。
まあそれもひどいですね。本当に米国史上最悪の状況だと思います。これはアメリカを築いた政策であり、アメリカを救い、私たちを救う政策です。国境は言うまでもなく、見知らぬ場所から全く審査も受けずに押し寄せる2100万人の人々は言うまでもなく、私たちは様々な面で非常に落ち込んでいるからです。私はいつもそれをアメリカファーストと呼んでいます。とても美しくシンプルな言葉だからです。私たちはアメリカを第一に考えています。この新しいアメリカの産業主義は何百万もの雇用を創出し、アメリカの労働者の賃金を大幅に引き上げ、何年も前のようにアメリカを製造業大国にするでしょう。私たちは再び船を作ることができるようになります。はるかに高いレベルで飛行機を作ることができるようになります。再び私たちはロボット工学や他のあらゆる分野で世界のリーダーになるでしょう。何十年にもわたって壊滅状態にあった米国の自動車産業は再び地球の羨望の的になるでしょう。私の計画ではアメリカの労働者は外国に職を奪われることを心配しなくなります。その代わりに外国がアメリカに職を奪われることを心配するようになります。取り戻すのです。難しくはありません。あなたが心配するのはどの仕事に就くのかということだけです。あなたの最大の問題は多くの仕事があって迷うこと。ダーリン、どの会社に行けばいい？トランプに投票すれば、中国からペンシルベニア、韓国からノースカロライナ、ドイツからここジョージア州に製造業が大量に入ってくるでしょう。ドイツや他の多くの場所からジョージア州に入ってくるでしょう。カマラの下では自動車産業も鉄鋼産業もあらゆる種類の重要な製造業もなくなります。私たちは軍事的敗北の危機にさらされるでしょう。ご存知ですよね。これは非常に単純な事実。鉄鋼がなければ軍隊はありません。私はそれを許しません。前にも言いましたが、もう一度言います。私は日本の偉大な紳士安倍晋三と仲良くやっていました。彼は暗殺されました。彼は偉大な紳士でした。しかし私は晋三、私たちは貿易協定を変えなければならないと言いました。すると彼は私に、あなたがそうするだろうと分かっていたと言いました。なぜ知っていたのかと尋ねました。彼は25年間アメリカ人は誰も私たちにそんなことを言ったことがないと言いました。彼らは殺人を犯しても逃げおせ、私たちは協定を変えました。そして今結んでいる協定は本当に良いものです。私たちが結ぶ協定は日本だけでなく、すべての企業、すべての率直に言って彼らの企業、そして彼らの国との協定は信じられないほど素晴らしいものになるでしょう。私は日本が米国の鉄鋼を購入することを許しません。70年前、地球で最も偉大な企業でした。私たちは今日アメリカの製造業の力と威力の歴史的な増強をどのように開始するかについて話し合うためにここにいます。これは集会ではありませんが、集会のように感じます。実際には世界中の5000人から6000人の親しい友人との小さなイベントです。ジョージア州とサバンナはまさにその中心になります。私たちは製造業を再建します、実現します、迅速かつ美しく実現します。何年もの間アメリカ人は私たちの国から雇用と富が奪われ、企業が外国に売却されるのを見てきました。皆さんも見てきましたし、私も何年も見てきたホラーショーでしたが、私たちはそれを食い止めることができました。そして突然悪いことが起こりました。はっきり言います。私たちはそれを食い止めることができました。あと4年あれば全てが解決していました。この国は今とは全く違う国になっていたでしょう。インフレもなかったでしょう。ロシアがウクライナを攻撃することもなかったでしょう。イスラエルとの10月7日もなかったでしょう。中東は爆発しています。自分たちが何をしているのか全く分かっていないこれらの人物たちのおかげで、第三次世界の大きな戦に非常に近い状況に陥っています。アフガニスタンでは何とも残念なことでした。何という惨事。あれは我が国の歴史上最も恥ずべき日でした。GEの電化製品は
中国に売られました。IBM のコンピューターはカマラ・ハリス政権下で再び中国に売られました。米国の鉄鋼が今や日本に売られてます。私はこれを阻止します。我々は迅速に行動しなければならない。我々は迅速に行動しなければならないので、そんなことはさせない。70年前に地球上で最も偉大な企業である鉄鋼を盗むようなことはさせない。今、それは何事もなかったかのように売却されようとしています。そんなことはさせない。私たちは国を強くします。強くします。私が今日解説するビジョンでは、企業が外国に流出するのを阻止するだけでなく、私のリーダーシップの下で他国の雇用を奪う。この表現を聞いたことがありますか？他国の雇用を奪うと聞いたことがありますか？これまで一度も明言されたことはありません。私たちは彼らの工場を奪うつもりです。4年前には本当に盛り上がりました。何千もの企業と何兆ドルもの富を古き良きアメリカに持ち帰るつもりです。それが目的です。速やかに実行します。私の計画ではアメリカの労働者は外国に仕事を奪われることを心配する必要がなくなります。代わりに外国はアメリカに仕事を奪われることを心配するようになるでしょう。取り戻すつもりです。難しいことではありません。あなたの唯一の心配事はどの仕事に就くかを決めることです。あなたの最大の問題となる仕事はたくさんあります、ダーリン。どの仕事に就職したらいい？私たちはそれらを復帰させます。信じられないレベルで復帰させます。今から約2年後にはすごい早かったというでしょう。ここにお金があるので多くの企業が参入を希望するでしょう。過去4年間と同じように運営し続ければそうはなりません。ドイツの自動車会社がアメリカの自動車会社になることを望んでいます。彼らにここに工場を建設してもらいたい。中国に勝ち、電子機器の生産に打ち勝ちたい。簡単にできます。ここに最高の天才、最高の頭脳を持っているが、結局それらを別の場所で作ってしまう。その多くは本当に愚かな税制、GE、IBM、そして私たちを去ったすべてのメーカーが崩壊に満ちて、私たちの国に急いで戻ってくることを望んでいます。彼らは戻ってくるでしょう。あなたの大統領として、これが私の提案する取引です。地球上のすべての大手企業とメーカーに提案する。私はあなたに最低の税金と最低のエネルギーコストを与える。規制負担が最も少なく、地球上で最高かつ最大の市場に自由にアクセスできる。ただし製品を米国で製造する場合にのみです。製品が製造されなければ全てが消えてしまいます。ここでアメリカ人労働者を雇って仕事をしてください。